たらふってロウ君が置いたから、アジアラムネにしよっかってなったんですよ。マメタンさん、黄色のハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。リアチュー、リアチュー、リアチュー、かわいい、かわいすぎなんだけど。本当にミユ姉が決めたの。そう、ミユ姉が決めた。ミユの姉ちゃんが決めちゃったんですよ。マジ疲れたね。めっちゃかわいい、やばい、かわいすぎなんだけど、うん、こんばんは、こんばんは。皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。ファーレルさん、水色の、あ、間違えた。ファーレルさん、金色のハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ねるねるねるねは好きですか？ねるねるねるねは大好きです。今そこにあるんだけどね、また今度作ろうと思います。めちゃめちゃに大好きだよ。なんかね、本当になんだっけ、ラムネ味が一番好き。そう、ラムクン味が一番好きです。大好き。なんかお菓子って無限だよね。なんでも、なんでもいいよね。なんでも好き。ミューポンとリアチューの混ぜると危険コンビで公園で一緒に出るのを楽しみにしてます。え、でもなんか私リアチューとさ二人でなんかさ やりたい、いろいろ二人のそのなんかコンビでなんかいろいろやっていたいなって思います。めっちゃ中学生だし、中学生らしいね、いろんなジャンル問わずやりたいなって思います。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。皆さん来てくれてありがとうございます。トン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 、はっ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 、知ってるんが、ねるねるねるね CM での魔女、魔女のなんとかなんとかがうまいって言ってたかな。ねるねるねるねさ、昔 CM あったらしいけどさ、私さ CM 見たことないんだけど、なぜに、なんでかな。リアチュー可愛いよね。めちゃめちゃに可愛い。リアチューってめっちゃ可愛いよね。年一個しか変わんないのにさ、マジ好きなんだけど、やばいよ。好き好き。好き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 、やっぱ好き。あったあった CM だよね。あったよね CM。私。なんか見たことないけど、なんかママが言ってた。そう、ていうかお腹空いたんだけど、ママ、なんでママ帰ってこないのかな。2022人、あ、2037人、皆さん見てくださりありがとうございます。ありがとう。俺が見たことあるのは魔女のやつだね。あ、待って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 、私魔女のやつ見たことあるわ。あれなんか混ぜると何々なんちゃらになるよみたいな。え、私それ見たことあるんだけど。見たことあるわ。え、結構最近のやつだよね。2020年とか、そのこら辺の。新井さんとユニットしたいんか、流れ星とかでも、流れ星とかでも、でも、とか、バナナとかその辺かな。ん、え、なんか普通になんかね、ママいないのにお腹空いたんだけどママって言われても、え、なんか今こうやってなんか言ったらなんかさ、なんか
あのね、なんか紙飛行機のようにね届くのではないのかと私は思いました。早く帰ってこないかな。ママの偉大さが気づくよね、やっぱりこうやって思うと。ママがいないと私は何にもできない人間なんだなって思ってしまう。まだ子供だなって思うよね。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。皆さん来てくれてありがとうございます。2期生の中でミューポンとリア中人気があるみたい。甘えに行ったら喜ばれるよ。そんなことできるわけないでしょう。私が、おー、緊張のど緊張が走っちゃうよ。ラムネ君さっきからグーって吠えてる。そう、ちょっとね寝てます。グタってなんか寝てるね。多分ねミエが今遊んだからね。まあね、あのお休みモードかわいい、大好きなんだけど。やっぱ愛犬っていいよね。もうなんか愛犬っていうかさ、なんかなんだ、ペットがさ家にいるって本当に素敵なことだよね。かわいすぎるんだけど、もう無理、やばい。なでなでしてほしい。ラムネくんかな、多分ね。なんかさ、ラムネくんはさ、テレ屋さんなのか知んないけどさ、なでなでしたらさガブって噛まれるの、私寝てる時に。怒っちゃうから、だからやめときます、やめときます。いびきだったんか。そういびきなのよめっちゃいびきだから。いちごさんも配信見に来てくれな。そう、本当に本当にか、ありがとう。どこだろう、どこだろうね、探すのめっちゃさ、どこだろうってなっちゃうんだよね。どこかな、どこだろう。リア中はもう見つけたんだけど、どこかな、どこかな、マジでわかんない、どこにいるか。かわかんないですこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。皆さん来てくれて。今日もね忙しかったと思うんですよね。やっぱ毎日忙しいし、そう、今日はもう土日終わって日曜日にね休憩っていうか終わって、また明日からもねお仕事とか学校とかいろいろ大変だと思うんですけど、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう、見守ってるよ。いちごちゃんありがとうございます。ありがとう、いちごちゃんかわいいんだよね、めちゃくちゃかわいい、やばい。え、どこにいるこれ、めっちゃ見つかんないんだけど。あ、いた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 。頑張ってください、頑張ります。ありがとうございます、皆さん来てくれてありがとうございます。まさかのね3期研究生が2人も見てくれてるとはね、お恥ずかしい。痛い、ちごちゃん痛め。私から見たら新井ちゃんの真後ろ、そう、ね斜め下ぐらいかな、いるよね。ありがとうございます、来てくれてありがとう、ありがとう。いちごちゃん本人様が来てるよ。そう、本人が来てくれてるの本当にね、なんか緊張しちゃうね、緊張しちゃうねありがとうございます。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。皆さん来てくれてありがとうございます
お忙しい中ありがとう。みんな今度さ、リアチューとさコラボ配信したいんだけどさ、いつしようかなってめっちゃ悩んでて、みんなさどういう時が空いてるかな。なんかみんながさ見やすいさ時っていつかな、何曜日がいいのかなって思って。でも土日がなるべく多分いいんだよね。多分。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。皆さん来てくださりありがとうございます。っていうか、ライちゃん徐々に順位が上がってる。本当にもうリアチュー、もう好きなんだけど、やばいよリアチュー、本当に大好き、やばい、めっちゃ好きなんだよね、めっちゃ好きなんだよね。こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。ゴールデンウィーク入るからといえ来れない人もいるからね。そうなんだよね。結構ね、今もね忙しい時期だよね。だからね、どうしようかなってね、私はいつも、やっぱ日曜日がいいかな。いや、中いつがいいかね。やっぱ日曜日かな。日曜日もね、結構ね予定ある方が多いと思うんですよね。お腹すいた、お腹すいたよママ、早く帰ってきて。まだお仕事で帰ってきてないんですよ。多分8時ぐらいにね帰ってくると思うんですよね。ちょうど配信が終わった、よし帰ってきたぐらいで多分帰ってくるはず。遅いんですよ。皆さん来てくれてありがとうございます。見て見て、みんな今2222だよ。442222222。前もお腹すいた、やっぱお腹すくよね。配信終わったら食べたいな、食べたいなっていうか、帰ってくるかな、いつ帰ってくるかな。配信中にみママの声が漏れたりする？わかんない。なんか、なるべくね、声はね、出さないようにしてもらってるからね、声は多分ね、漏れないと思う。なんか、漏れないと思います。漏れないです、多分。配信中はね、喋らないでって言ってるから、喋んないでほしいって言ってるからね、多分漏れないと思う。でもね、お姉ちゃんがね、電話したり、友達と電話することがよくあるらしくて、その時にもしかしたら声がね漏れてるかもしれないんですよ。のぞみ4号さん、金色のだるまありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。 Hey Hey I'm you Hello。ね、来てくれてありがとうございますって皆さんなんて言いますか？なんて言うんだろう。Thank you、 Thank you いらっしゃいみたいな。で、Thank you いらっしゃいは違うか。Thank you、 Thank you なんて言うんだろうね。今日を Thank you。わかんない、英語わかんないね、英語めっちゃ苦手なの。なんて読むかわかんない、皆さん教えてください。 KIYOWO ってなんて言いますか皆さん。マイハーさん、マイハーパイセン、一度配信中にマイハーママとその友達が来た時にママうるさいって言ってたよ。私ママにそんなこと言ったらちょっとねやばいと思う。あの、私が抹殺される。 Hey Hey What's your name? What's your name? 初見です、ありがとうございます。タタさん Thank you。
Thank you for coming day と思うよ。ちょっとどういう意味かわかんないけど、 Thank you thank you thank you for coming thank you thank you for coming の意味がわかあの coming の意味わかんないけど、 Thank you for me coming thank you for ラくん大丈夫だ大丈夫今のみんな聞こえたいびきやばいよ大丈夫かよもうThank you for coming ってどういう意味みんなはお腹すいたビッグウェブさんお腹すいたのなんか猫かな猫のやつめっちゃうまいお疲れ様ですリアチューお疲れリアチューリアチューやっぴーやっほーリアチューやっぴー来てくれてありがとうって意味あなるほどね Thank you for coming Thank you for coming Coming ありがとう Thank you Coming thank you リアチューリアチューお疲れ今日もお疲れ様でしたねリアチュー配信いつするいつできますかリアチュリアチュもう大好きです今気持ちをあの皆さんがね配信見てるので言いますリアチュ大好きです告白してます私今大好きリアチュ大好きもうほんまにリアチュさもう優しいしもうほんまに好きなんだけど面白いし前のカラテはマジおもろかった初見ですありがとうございますテラサーシューさんありがとうございます公開告白そう今公開告白したよみんなの前でリアチューさんずっと前からあなたの優しさとかあなたの面白さ全部を含めて好きですなんなのこれありがとうリアチュー本当に好きやばい好き好き景色整理めっちゃリア中さランキングめっちゃ上じゃないやばいよ20位なんだけど面白いありがとうリア中本当にありがとうめっちゃすごいねありがとうリア中来てくれてありがとうしかもめっちゃあのありがとうねダリア中の配信の時に行きたいと思いますリア中配信した時行くねこんばんはこんばんはお疲れ様です皆さん来てくれてありがとうございますコラボできなくてごめんねうん全然大丈夫だよリア中気にしないでねでも全然いいけどねいつかやろうね今度絶対やろうね絶対やろう絶対やろうね指切りげんまん指切り現場したよリアチューが見てるよみんなリアチューが見てくれてるよコラボ配信の仕方詳しく聞かないとねそう聞かないとねなんかこの前なんかなんだっけなんだっけなんかできなかったんだよねなんかできなかったなんでだっけなんでだっけなんでなんでできなかったんだっけこのアカウントはコラボできないアカウントですみたいになっててできなかったのコラボしてみたい先輩メンバーはやっぱり年が同い年なノアピさんとコラボしたいですめちゃくちゃリアチューめっちゃ金色のハートありがとうありがとうリアチューいっぱいありがとうめっちゃ嬉しいんだけどありがとう大好きありがとうリアチューありがとうなんかリアチューさめっちゃみーの配信見に来てくれてさ最近とかもこの前もだけどめっちゃ嬉しいんだよね本当にありがとうリアチューラブチありがとうリアチューも好きやばいめっちゃ好きなんだけどめっちゃ好きなんだけど
然ね、このいびきはラムネくんのいびきなので。リアチュー、黄色のハートありがとうございます。リアチューいっぱいありがとう。ありがとうございます。リアチューいっぱいありがとう。ありがとう。もうね、もう大好きなんだけど。ラムネくん寝たかな。ラムネくんね、こたつの中で寝ましたね、ぐっすりと。犬もいびきかくもんだんだね。そう、いびき、全犬かは分かんないけど、私の犬はいびきをかきます。やばいよ。もうリアチュー好き、ありがとう。リアチューも好きなんだけど、ありがとうね。リアチュー大好き。皆さん来てくれてありがとうございます。みんなね、明日からもう月曜日だよ。早いね。高松、高松アイドリエンさん、金色のハートありがとうございます。ありがとう。とうとう壇上に来たな。ほんとだ、13位。リアチューありがとう。やばいって。リアチュー、うー、リアチューありがとう。やばいね。リアチューほんとにありがとう。びっくりなんだけど。でもみえもさ、くね、また今度リアチューがさ配信してて、ミエが配信してなかったって、そういう時があったら私リアチューの配信行くので、ぜひぜひぜひ行かせていただきます。だから行くからさ、ね、私行くので、リアチュー気づいてね、コメントしてみるからね。キャー、リアチューかわいいっていうコメントをねしていきたいと思うのでね、リアチュー楽しみにしとけよな。りょさん、金色のハートありがとうございます。ありがとう。壇上、そうそう、壇上だっけ、壇上にいます。もう13位、すごい。ありがとう。リアチュー大好きなんだけど、両思いカップルだね。リアチューは多分家のことを好きなので、私も好きなので、勝手にそう思っちゃってるけど、多分好きなのでね。もう大好きなんだけど、リアチューやばいよ。リコチさんみたいなテンションになるやん。もうね、なんかリアチューのことは考えない日はないんですよね、私。リアチューが大好きだから。最初さ、なんか初めてさ、リアチューに会った時、リアチューから話しかけてくれたんだけど、え、中学生ですかみたいな言ってくれて、リアチューが。で、それで、あ、中学生ですって言って、え、何年生ですかみたいな話になって、あ、中1で、次中2ですみたいな話してた。あ、一個違いますねみたいな話してて、あはって感じだったんですけど、そっからなんかレッスンとかダンスとか全部一緒になんかやるようになって、その気づいたら一番、私の中では一番仲良くて大好き。もうね、優しさが、芯から優しいし、芯から面白いし、芯から天然なので面白いなと思います。可愛いし、めっちゃ大好き。リアチューありがとう。いつも可愛い。リアチュー、リアチュー、リアチュー、めっちゃリアチュー大好き人間なんだけど、やばいよ本当に。じゃあさ、このあとさ、3期研究生のさ、配信があったら行ってみようかな。私も行ってみようかしら。そしたらさ、みんな言って帰るかな、うん、ゆうちゃんだみたいな、みんな言ってくれるかな。みゆぽんも芯から可愛くて面白いよ。もう
そう言ってくれるリアチューがもう一番大好き、本当に大好き、ありがとうリアチュー、ラブチーありがとう。もうリアチューほんまに好きなんやけど、ほんまに好きなんやけど、リアチュー型ウイルスを恐るべし、リアチューをウイルスにせんで、せんで、リアチューマジ好き、やばい、ほんまに好き、もう好き好き。なんかねもうね最初はさ、なんかさめっちゃさおとなしそうな子だなって思ってたの、リアチューのこと、えめっちゃ静かそうみたいな思ってて、けど話してみるとめっちゃ面白くて、うーわもうこの子とは仲良くなりたいと思って、リア充の部屋でコメントするとき5時に気をつけてください、気をつけます、5時脱字みたいな、気をつけます。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です、皆さん来てくれてありがとうございます、ありがとう、みんな来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。あやぱんさんも配信では普段おとなしいけど、お話し会になるとテンション上がるよ。でもさ、そういうなんか特別感があるさ、あるのってめっちゃよくない？みゆは、みゆどうかな、今みゆ結構ねテンションさめっちゃレベルマックスってほど高くはないけど、どうかな、どうかな、どうかな、このみちゃんどうかな。でもさ、なんかさ3期研究生でレッスンとかさいろいろしてるときはさ、ほとんどさ全然さ喋んないっていうか静かなキャラを演じてるわけ、まださ慣れてないしなんかいろいろあるからめっちゃ静かなキャラを演じているけど、そのレッスン中とかリア中と一緒にいるときはもうね結構うるさめだし、配信でもね結構ねうるさい感じなんだけど、そうなの、私やばいのよ、私の真の性格を知ったらみんなえってなると思うからさ、みんなの前ではね静かなキャラを演じようと思ったけど、配信ではもうそれがダメだということを確定してしまって、私の本性を少しずつ出して私の個性をねちょっと出していってるので、数ヶ月後にはねそのメンバー3期研究生のメンバーにもねそのそれをね出していけるようにね頑張りたいなと思います。出そうと思えば多分出せるんだけどね、まだちょっと恥ずかしくて。恥ずかしくて。皆さん配信見に来てくれてありがとうございます。みんなありがとう。もう眠たい方とかも結構いると思うんですけど、ありがとうございます。なる先輩さん、小金、小金ありがとうございます、ありがとうございます。小金、これなんだろう、小金かわかんないけど小金ありがとう、ありがとうございます。一番うるさいのはリーチャー、わかんない、でもみんな個性強すぎて面白い、みんな個性強いなと思う、うるさいっていうかなんだろう、みんな面白いし、みんなみんななんか特徴的なある人間だから、こんなこと私が言っていいのか分かんないけど、みんな3期研究生は特徴的のある人間が勢ぞろいしてるので面白いなと思います。こんばんは、こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。Thank you.
小判ちゃうか。え、みゆなんて言った、さっき小判じゃなくてなんて言った、みゆ。あ、小金って言ったか。小金じゃないね、確かに小判だ。小判ありがとうございます。ありがとう。小金じゃないわ小金ではないか、さすがに違った。デーベロデーベロ、へへ。こんばんは、こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。梶原智博さん、金色のハートありがとうございます。昨日名字が一緒だねって話しましたね。小金って、だって小金でもニュアンス的に一緒だからさ、そうだよ、小金だよ。あ、広め公園楽しみだな、ね、めっちゃね楽しい公園になるようにね、楽しい、楽しんでもらえるように頑張ります。ヘローヘロー、 I'm Miu。 なんだっけさっき言ってもらった、教えてもらったやつなんだっけ。コメントを遡ろう。ね、なんだっけ、ね、さっきね、あの英語をねやったのよね、やったよね、みんな。なんだっけね、わかんないよ。なくなった、なくなったからちょっとわかんない。あ、サンキューフォーカミング、サンキューフォーカミング、 Thank you、Thank you for coming. Thank you, thank you. ところでカジちゃんと呼ばれたことはある？私カジちゃんと呼ばれることは全然ないですね。呼ばれたことない。名字で呼ばれ、名字を使ってあだ名を、あだ名で呼ばれることはないんですよ。私。かわいい。Thank you, thank you for coming.Please get along with.つみーも覚えるといいかもね。Please get unlock with me。 私と仲良くしてください。めっちゃいいそれ。 Please get unlock with me。 わかんないわかんない、みー早く言いたいんだよね。 Please get along with me。 Come on come on。 Thank you thank you。 よろしくお願いします。Please get along with me. With me. Thank you for coming. 안녕하세요. 저는 미유입니다. 오디션을 見てるので미유ポン의テンション高い様子少し分かります。だってね、オーディションだけさ本当にはっちゃけてたよね、やばいよね。なんか私のさ個性出せるのってやっぱりなんかテンション高いことかなとか、配信を見てくださってる方々には面白い配信、この子面白いなって思ってほしいから、面白い配信ができるようにって思ってね、毎日はっちゃけてたよね。 Hi みゆぽん I'm inly fromTaiwan。 え、私台湾なんか住んでないんだけど、なんで。 I'm from Japan。 I'm from Japan in 広島。 Hi I'm Miupon。 I'm from Japan in 広島。 Thank you。 私は広島に住んでいます。皆さん来てくれてありがとうございます。私は台湾からだよ。あ、そういうことね。あなたが台湾からで、私は、私にヤッホーって言ってくれてるのね。ごめんなさい。私、英語が読めなすぎてわからなかった。私、ミューポンは広島に住んでるよってことかと思ったの。ごめんね。私、英語がわからなくて。すみません。皆さん、こんにちは。みんな。こんにちはじゃない、皆さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。 STU48 3期研究生の梶原美優と言います。私のことは美優ポンとか美優ちゃんって覚えてください。お願いします。そして
あ、今日はねこの紹介してないですね。私についての紹介をしたいと思います。パフパフ。私はですね、じゃじゃん、ちょっと待って、かわいいステッキにしたいと思います。じゃじゃじゃん、かわいいでしょ。私はですね、私についての紹介なのですが、私は中学2年生でです。そして左利きの AB 型で、この組み合わせは人口 2% しかいないらしいです。そして私は広島県出身です。そして154センチです。そして好きな食べ物がウニ、肉、グミが大好きです。そしてなるべく毎日配信をしております。なるべくというか、今日は毎日配信をして15日目になるのかな、15日目の、あの毎日配信をしております。イエーイ。そして私が好きなこととか、やること、好きな趣味っていうか、趣味は食べることがすごく大好きです。その分すごく運動も大好きなので、それで補っております。そうなんですよ。こんばんは、こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。目の悪い人だと将来って見えるかも。嘘。わあ、どうだろう。ああ、見えるかも。紹介です。まあ、じゃあちょっと大きく見せようかな。じゃ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 ん。こんな感じです。こんな感じになっております。私。そしてこちらは、推薦コメントを書いてくださった方々のお名前を書いております。あのね、さっきもね、推薦コメントをね書いてくださった方々がいて、その方のお名前はね、後でね、ゆっくりね書かせていただきたいと思います。ありがとうございます。もうすぐで1000人いくね。そう、本当だ、本当だね、ありがとね。フォロワー様があとね7人ぐらいでね1000人に行きます。本当にみんないっぱいありがとう。そして見て、今見てくださってる方々が2694人です。みんな本当にありがとうございます。今日も見てくれて、みゆ、みら、みうです。私梶原みゆと言います。でもう一回ちょっと待って、ここね見えるかな、ミュウと言います。ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、こちらもミュウって書いております。私はミュウです。ミュウちゃんです。こんばんは、こんばんは、皆さん来てくれてありがとうございます。字綺麗ですね。え、字めっちゃ汚いよ、めっちゃ汚めなんだよね、ごめんね。見にくい字、見にくい字見えにくくて見にくい字なんですけど、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。でもさ、これさ、どうしようかなと思って、ここにあったらさ、棒がさ、できるか、もう一行はいけるんだけどさ、どうしようかなと思ってて、入るかなと思ってて、入らなくなった時のことを考えたらどうしようかなと思ってる。お腹空いたでしょ、めっちゃお腹空いた。さっきさ、ちょっとさ食べたんだけどね、お腹空いちゃったよ。もう早く帰ってきて、本当に本当に早く帰ってきて、私のためにお仕事をね頑張ってくれてるんですけどね、本当にね、ありがとう。めっちゃ綺麗、美しい、大好き、違う、ありがとうございます。ビッグウェブさんすごい、本当に、もうこれめっちゃ可愛いんだけど、ニコちゃんマークいっぱい、ありがとう。触覚可愛いね、触覚ね、触覚重、なんかちょっと 重ための感じ。梶原さん、とりあえずボケてみた。え、
わら、発明家ですか、お主発明家、わらがね、笑うになってて発明家かと私は今一瞬思いました。みーぽんこんばんは。こんばんは、お疲れ様です。皆さん来てくれてありがとうございます。お母さん遅いね。お母さんね、多分8時この配信が終わったぐらいで帰ってくるんじゃないのかなと思います。多分ゴールデンウィーク前だから多分忙しいんだよ。忙しいんだよ。皆さん来てくれてありがとうございます。今日もあと1分で壇上読みをしていきたいと思います。皆さん57分にね、私はいつも壇上読みをしております。すごくない？本当にリア中13位って、私びっくりなんだけど。あ、57分になったので早速壇上読みをしていきたいと思います。この間は卒業したりんこさんともに今もあって配信中に読んでたな。でもさ、大抵がママって呼ぶくない？大抵はあれ。ゴールデンウィークは予定いっぱいですか？予定いっぱいっていうか、なんかレッスンとかがね結構いっぱいあると思うんだよね。57分になったのでね、じゃあやっていきたいと思います。イエイ、誕生日やっていくよ。明日は何時配信？明日はね、明日朝配信すると思います。それじゃあ誕生日読みしていきたいと思います。トン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 、どこかな。13位、台湾いのりさん、ありがとうございます。12位、みゆらさん、ありがとうございます。11位、しまじろう51さん、ありがとうございます。10位、ライリーさん、ありがとうございます。9位、かねっちさん、ありがとうございます。8位、たつおじさん、ありがとうございます。7位、ゆうきさん、ありがとうございます。6位、りょうさん、ありがとうございます。5位、なる先輩さん、ありがとうございます。4位、たんにさん、ありがとうございます。3位、ビッグウェーブさん、ありがとうございます。2位、ならにしさん、ありがとうございます。1位、ちゃおさん、ありがとうございました。皆さん、今日も来てくれてありがとうございました。めちゃめちゃに楽しかったです。ハロー、I'm from Indonesia. ハロー、I'm from 広島。Thank you. Thank you for coming. Thank you. そちらは何時ですか？今、もうすぐ8時です。皆さん来てくれてありがとうございます。今日もみんな、面白い配信をして、いろんな面白いコメント書いてくれてありがとうございました。そして皆さんおやすみなさい。皆さん来てくれてありがとうね。楽しかったです。バイバイ。みんなまた明日も見に来てください。バイバイ。おやすみ。おやすみ。みんなでみ、おやすみ。またね。また明日も皆さん見てください。明日は多分朝配信したいと思います。バイバイ。明日からまた頑張ろうね。リアチューもいちごちゃんもありがとうございます。来てくれて。バイバイ。バイバイ。